翌特仙の図、茨城時和公園乱床図紙、松平都夫町、明治時代の笠原水道水源の景色、笠原水道とは、かつて、水戸城の城下町であった、現在の茨城県水戸市で、江戸時代に改作され、飲料水を供給していた、上水道とその水源地。1662年、この水道は、用水の便が悪かった、水戸の町の飲料水確保のため、 徳川光国が町奉行の持月常とかに設置を命じた。水道設置の調査を行った平賀康秀により笠原が水道の水源として選ばれ長田館衛門のにより工事が行われた。長田は岩人道土を用いた暗居により全長約 10km の水道を敷設した。1663年、この水道は完成した。完成までに 公費554両、妊婦2万5千人余りを要した。1802年には大規模な修理が行われ、1826年には翌特選の日が笠原水道を記念して設置された。明治時代には竜頭京養線が水戸の街角に数十機設置され、多くの人に利用された。2016年時点、水源地である笠原水源には、 竜頭卿陽線が復元されて設置されており、有水に塩素が注入された水道水を塗水している。また、ここには付設当時の岩比の復元模型が設置されている。水道が通っていたあたりは現在、逆さ川緑地公園になっており、同公園内に発掘調査で出土した岩碑が展示されている。笠原水道は日本国内で18番目に古い上水道であった。 この水道は1938年3月11日に茨城県県指定文化財に指定された。ありがとうございます。